ザムトゲマインデ・リーベナは、ドイツ連邦共和国にダーザク先週、ニーンブルク、ベーザー軍のザムトゲマインデである。ザムトゲマインデ・リーベナは、ザムトゲマインデ・マルクロエ及び、シュタイヤーベルクと共に、目的連合、ベーザー・サガンを形成している。ザムトゲマインデ・リーベナは、ベーザー側の中流と、氷河時代に形成された、ニーンブルクイコールメッペナー、ゲーストとの間に広がっている。 地形上の特徴は、氷河時代に形成された、ビンナー、シュルフトに見ることができる。約60万年前、スカンジナビア山地から巨大な氷河が南に押し出されてきた。土地は300メートルから400メートルの厚さの氷層で覆われた。氷海は巨大な岩、土砂、崩れ石の塊を巻き込んでいった。やがて暖かくなり氷が溶けると、岩は水底へ沈んだ。 こうして、ニンブルクイコールメッペナー、ゲストが形成された。溶けて流れる水が、周囲のゲストに深い谷を刻んだ。ビンネン峡国は、こうして形成されたのである。このザムトゲマインデを構成する、マチソンは、ビンネン、リーベナウ、ペンニヒゼールである。面積は71.96平方キロメートルである。人口密度は、約90人、平方キロメートルと比較的少ない。 ザムトゲマインデリーベナウは、1967年7月1日に、ビンレン、ビューレン、クリッセン、ヘスターベルク、リーベナウ、ペンニヒゼールの6町村で発足した。ニーインブルグ、ベーザー地域の町村再編により、1974年に、ビンレン、ビューレン、クリッセンは、ビンレンに、ペンニヒゼールとヘスターベルクは、ペンニヒゼールに、それぞれ統合された。統合後のビンレン、 ペンニヒゼール、リーベナウの3町村で新たにザムトゲマインデリーベナウが改めて形成された。このザムトゲマインデの議会は18人の選出議員と直接選挙で選ばれるザムトゲマインデ町の19人で構成される。2001年9月9日の選挙でバルター・アイスナーがザムトゲマインデ町に選出された。濃密な信葉樹、紅葉樹の森には 標識のある遊歩道が設けられており、魅力的な環境の中で様々な体験ができる。観光という点からは、ザムトゲマインデリーベナウは、サイクリングツアー客が最も興味を持つ場所の一つで、ある。ドイツ全土で有名なベーザー自転車道の別ルートが、このザムトゲマインな内を通っている。標識が整備された自転車道は高く評価されており、特に、リーベナウの森林地区、 アムジュンデルン、貧年ンン峡谷、マインシェのフックスベルクヒュッテ付近である。フックスベルクヒュッテから数百メートル離れた、ボルステラー湿地の眺めも楽しい。リーベナウア・シュパーゲルは、この地域の畑で採れたアスパラガスによる、様々なバリエーションを持つ食品である。様々な中規模企業のほか、合成樹脂及び、セメント産業がザムトゲマインでリーベナウの経済的重点を成している。 リーベナウには多くの手工業者がある。この街の長い趣工業の伝統は広く知られている。ザムトゲマインデリーベナウへは、修道351号線経由でアクセスする。ザムトゲマインデリーベナウには、屋内プールや様々なスポーツ施設、レクリエーション施設がある。また、青年の家もある。ありがとうございます。